としてはジョーダンを紹介していくんやけど、オリジナルカラーっていうシカゴとかブレッド、ロイヤルとかいろいろ紹介してる人は YouTube とか見てたりおったんやけど、今回はその最近復刻されてるカラーは一緒やけど、なんかナイキさんが意地悪してきてるジョーダン1シリーズを紹介していきたいと思います。これ意外と誰もやってなかったんやけど、ファーストティベット、はい、こっから始まってんな。今日はジョーダン1でやっていきたいと思います。おお、僕の大好きな企画じゃないですか。流れとしてはジョーダンを紹介していくんやけど、オリジナルカラーっていうシカゴとかブレッド、ロイヤルとかいろいろ紹介してる人は YouTube とか見てたりおったんやけど、今回はその最近復刻されてるカラーは一緒やけど、なんかナイキさんが意地悪してきてるジョーダン1シリーズを紹介していきたいと思います。これ意外と誰もやってなかったんや、まあ、最近スニーカー好きになった方とかやったら多分いまいち分かってないと思うんやけど、オリジナルと同じカラーパターンやねんけどちょっと配色が違うとかありますね。その辺のやつをまとめて紹介していきたいと思います。ヘイマイブロー、まず一足目ファーストティベット、はい、こっから始まってんな。カラーパターンはブレッドと一緒やん。はいはいはい。でもこの位置がちょっと違うというか配置のパターン、はいはいはい、でこれは2020やったかな、85年のオリジナルに最も再現が近いっていう形でこのシリーズが発売されたんですけど、はい、こっからなんかナイキさん意地悪しだしたんですよね。ブレッドで復刻せえと思ってた方もいらっしゃったんやけど、俺はこれはこれでいいと思ってて、はいはい、こっから3年連続か2月に85シリーズが発売されていってて、まあ、これがまず第1弾、はい、で2足目がニュートラルグレード、はいはいはい、あれはオリジナルから初めて復刻された、 あれはもうオリジナルのまんまやってんけど、あ、なんかどうなっていくんやろうみたいな、はいはいはい、で思ってて、今回の2月にジョージタウン発売されて、であれはオリジナルカラーではターミネーターやってん、はいはいはい、でジョーダンでも出てなくていろいろ傾向が変わってきてる感じになってるんだけど、8号シリーズは、はいはい、でもなんかここからはこの配色パターンを変えるジョーダン1が始まっていく、なるほどです、ね、これはもうマジでかっこいいよな。これ世界2万3000足だったから、マジですか、こんな感じでぐらいいつ履こうかなっていうふうに思ってるんだけど、なかなか踏み出せへん感じ、これちょっと履くか迷いますね。確かにジョーダン1って復刻周期みたいなのあるんでしょ、4、5年おきみたいな、そうそうそう、一時期10年ぐらい空いたりしてた時もあったんやけど、はい、ここ最近の傾向が4、5年ぐらいのスパンで来てるんです。はいはいはい、まあこれをバーシティレッドやねんけど、ブレッドの年号で話していくと、直近で言うと2013、2016って来て、はい、で2020にこいつが来たんや。ああ、なるほど、だから4年空いてこれが来て、ああじゃあもうこれでブレッド終わりなんかなみたいな、もう 4、5年空くんかなと思ったら、この間パテントブレッド出てきて、出ましたね、だからあれでみたいな。でも周期で言ったらさ、ブレッドに関しては2016年に出てるからちょうど5年周期なんや、だからその5年周期で最近は出してくんのかなみたいな、なるほど、ニカヘッツの皆さんやったらそろそろなんちゃうかみたいな、あーなるほどね。で今回シカゴにはあの触れないんやけど、近いのが出てないから、シカゴも直近で話すると2015かな、普通のモデルで発売されてるんですよ、はいはいはい、でこの5年周期の話をすると2020年ぐらいなんじゃないのみたいな、そろそろなんじゃないのみたいな話になってたんやけど、はいはい、出たのが SB やったんや、ダンク SB シカゴカラーね、これありましたね、はいはい、であれるみたいな、こっちで来たんやみたいな、で案の定去年とかは出てなくて最近リーク出たやん、8号で出すんちゃうかみたいな噂がね、5、6年周期はあるんちゃうか説、まあ、俺の中でね勝手に思ってて、さっきも言ったけどこういう風にカラーパターンを変えてきてるのは、これをその周期の中に入れてきてるのかどうなのかっていうのが、まあ、今回の疑問ポイント、なるほど。ヘイマイブロー、はい、2足目シャドウ 2.0、 1年後に上がるスニーカーは何ぞやみたいな時に俺結構激推ししてた、あー言うてましたね、うん、あの時はモカが選ばれたんやけど、そうですね、結構これは俺推してるスニーカーで、発売当時ね全然人気なかったんや、これそうですね、定価に軽配だぐらいやって、ほんまに定価近かった記憶ありますね、うん、まあ、やっぱヌバックっていう素材になったっていうので、ちょっと皆さん嫌がってた方もいらっしゃるんですけど、これも先ほど同様ジョーダン1のオリジナルからシャドウっていうスニーカーのカラーパターンを変えてきてる配置をね、はいはいはい、今これ何本になってると思う、だって当時が2万弱とか2万1000円とか ね、うん、3万5000円ぐらいまで上がってきてる、マジか、1万ちょっとぐらい上がってる、
ほうほうほう。だから今欲しいなって思ってからちょっと遅かったな。3万5000はちょっと厳しい、ね、ちょっと考えるような、はい、これも普通にかっこいいんやけど、この辺から最近ナイキさんそのまま復刻セットちょっといじってくるので、ああなるほどね、はい、でまあこのシャドウも歴史を振り返っていくと2013年2018年、あれでと5年周期でいくんやったら2023年ぐらいなんじゃないのかみたいな、だけどこれ2020かな21かどっちかに出たよ、はいはいはい、めっちゃ早いなみたいな、あれ法則崩れたんちゃうかみたいな、確かに感じて思ってたんやけど、はい、つい最近やシャドウ出たやん、そうですね、ちょうど4年弱のスパンやん、はいはい、だからナイキさん何がしたいんでしょうかみたいな、ちょっとイレギュラーそうそう、でも多分今回のやつあんまり人気してなくて、2018のシャドウを持ってない方は多分こっちを買っていってると思うけど、なるほどな、これがその復刻周期に関わってくるのかっていう、でこれがカウントされるやったら次出るの2025年ぐらいになってしまう、はいはいはい、で水曜日のダウンタウンの何とか説みたいな感じ、ほんまに説なんですけどね皆さんどう思ってんのかなみたいな、あ確かに、だから俺はこれがだからその復刻周期に入ってくるんやったら絶対今のうちに押さえといた方がいいスニーカーやなっていうふうに思ってて、かっこいいしね普通に、確かにね、結局さあのブレットとかドリである後々欲しなくてもさ、なんか10万円やとかなってもう買う気防ぐやん、それはそうですね、今ブームっていう中でもあるけど今スニーカー好きになってる方やったらこのシャドウ 2.0 も僕はぜひ買っておいてほしいスニーカーやと思う、ヘイマブロー3足目もうこれ箱でバレるわまあまあまあ予想してた一つですね、うん、はい、まあ、これはあのジョーナン1 の, あのカレッジカラーには全く関係ないシリーズなんやけど、はいはい、見てもらったら分かると思うんですけど、カラーの配色パターン似てん、ほんまにね、もうなんか並べただけで、うん、僕これがすごいイメージきました、やろ、はい、だこれも意外と注目されてないスニーカーなんやな、あ今現段階でも全然プレゼントできない、あ、そうなんですか、多分今2万3000円とかぐらい買えるんちゃう、まあ、これ値上がりしてて1万9000円ぐらいの定価がなってるっていうのがあるけど、はいはいはい、これはねめちゃくちゃおすすめのスニーカーなんですよ、これはあの周期関係ないんですけど、あのカラーパターン的にこれも出しとこうっていう流れになったんで、あーなるほどですね、ほんまに全然人気なかったんですよマジで冗談で、しかもこの配色の感じで、あこんなに人気ないんやって逆に思った印象深いです、だから俺もその最近のスニーカー好きの皆さんってどういう傾向になってるのかが分からなくなってきた、あ、ま、前情報の時から俺結構注目してたスニーカーで、はいはいはい、まあ、このシャドウ 2.0 のヌバックで出てくるんやったら多分ギャガー張る人いんのかなっていう風に思ったんやけど、ちゃんとレザーできたから絶対これええやと思ったら意外と人気せえへんかったから、このシャドウ 2.0 もこのパランしかり結構即数多かったよ、あーなるほど、だからまあ値段がつかなかったっていうのもあると思うんですけど、僕これは結構ほんまにおすすめしてる一足でもあるんで、はいはい、全然買いやと思います、まあ、これはなんでこのカラーリング出してきたのかはその先の年号周期と関係なくよくわかる、あだからこのカラーリング配色的に言ったらダンクのカレッジカラーになってくるやん、はいはい、愛用はね、はい、まあ、なんでこうなったんやろなみたいな、なるほど、あの今回のジョージタウン の, あのジョーダンまで出したみたいな感じの伏線とかそういうあれなのかなみたいな、あーなるほど、長い伏線でしたけどねっていう風にあの勝手に解釈しております、ヘイマイブロー、こういうような動画も面白いんちゃうかなと思って、いやこれはちょっとね考察動画と呼べるのか分かんないですけど、そうそうそう、僕も同じこと思ってましたとか多分あー言ってはるおじいさんがちょっとね、年齢層高めのそうそうそうこの辺まで知ってでも見るんちゃうかなと思ってで、今回このパラの出し、はい、この配列紹介してる人意外とおらんやん、あー確かに、なんかそうですね、スニーカー持ってる人でもこの配列でこう、うん、ね、順番を出してくるのってなかなかないですね、だからこれはほんまにエクツなんよな、俺まだ履いてないねんけど、いや履いた方がいいっすよこれいつ履こうかなと思ってて、はいはいはい、最近コロナもあってさ、どっかにこうおしゃれしていくとかってないから、こういう風に履きたいタイミングで履けへんスニーカーが結構あって、はいはい、困ってますね、なるほどですね、まあまあちょっと早くね、一刻でも早く履ける日を、ね、楽しみにしてますけど、ヘイマイブロー、この並びは出てないな、YouTube、ないっすね、見ない、まあもう一足あるんですよ最後、はい、それも紹介していきます、はいはい、ラストマリーナブルーでございます、はい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 、ロイヤルのロイヤル完全バージョン、はい、またやってきたなっていう、いやもう完全にこの流れからのこれはもうね確
不審犯でしょ。これってやっぱりここまで来たら皆さんなんか意図があるんちゃうかって思ってきいひんかな。俺は多分なんかあるんちゃうかと思って。ああなるほど。ロイヤルの周期最近の話ね。はいはい。2013、2017、そっから発売されてなかった。おお。でこれいつ？だから2022年。はい。ちょうど5年じゃない？5年ですね。知ってるよ。でまあちょっとこの説ない。いや全然大いにありっすよ。でもなんでだからそろそろロイヤル出てくるんちゃうかみたいな話をしてたら、はいはいはい、これが出てきて、もうそうですね。なんなんやろな、意地悪してるのか、はい、このブームで今ロイヤル出してもたら終焉してしまうかもしれへんから、あえてオリジナルカラーやけどちょっといじくって出してきちゃいましたみたいな感じなんかな。なるほどですね。だからヘッツの心をくすぐっていってんのか、はいはいはい、この辺も一回挟んどいてよみたいな。ああなるほどね。めっちゃ気になるねこれ。ナイキの製造に携わってる方、なんでか教えてください。でマジで気になってて、はいはいはい、で案の定これも人気ないわけじゃないと思うけど、即数が多かったのもあって全然あのプレゼントついてない。そうですね、絶対買っといた方がいいと思うんだけどな。シャドウが一番黒いや、こっちはもう即数限られてたから、今多分サイズによっては10万いかへんにしても結構ついてるやん、はいはい。でこれが一番古くて、初めいやなんかシャドウ 2.0 みたいな感じでバックやしとかって軽視されてて、今気づいたら3万超えていってるやん。そうですよね。でまあパランがまだ1年経ってないから全然まだこう2万円ちょっとぐらいか。でもなんか他のスニーカー配信してる方もパラン買っとけってみんな言ってるから、あはいはいはい、多分そのうちこれも3万円台ぐらいまで上がってくるんちゃうかな。値段はどうでもいいんやけど、まあまあまあ、どうせ履きたくなんねんこういうのって結局ね、うん、それはわかります。でもなんかわからんけど、なんでシャドウだけヌバックやったんやろな。あー確かに。あとはもう全部レザーできてんのに、これもしかしてシャドウだけヌバックやったからこれだけ上がったとかあんのかな。え逆にヌバックだからですか、ね、いやどうなんでしょうね。多分このマリーナブルーに関しては質感めっちゃいいから、多分これ履いていったらめちゃくちゃかっこよくなってくるじゃん。あーそういうタイプのソールがこう基板できたりとかして、はいはいはい、カーってなるやつやと思う。なるほどですね。ヘイマイブロー、どうでしたか。今4足出してきたんですけども、いやまあね、これだけそのナイキがね、一応スニーカーの流れで見たら、まあわずかな期間の間に、まあ、これだけのスニーカー同じような感じを出すっていうのはまあやっぱ何かしらの意図というか、ああこう何かがあるんだろうなっていう感じしますよね。どこなんやんなと思って、この周期とかこの復刻の感じの中で軽く都市伝説的な、はいはい、Hey my bro っていうことで紹介した4足並べてみました。はい、こうやって言うんじゃもう俺これで酒飲めるんだこの角度でもうね、やっぱり8号だけちょっとちゃうやん、はいはいはい、このヒールの感じとか、うわなんか履きたくなってきたわ、なんか下ろそうかな。で、あつし的にどれが一番好き。僕は結構やっぱこのね、パランパランね、これがね結構配色的にいいと思ってて、でも黄色がねね、アイオワなんですけども、ダンクのアイオワよりちょっとなんかね、あのマットなマスタード系、そうですね、ちょっと暗めの色になってるんで、いや僕はそのダンクよりはこのジョーダン1、はいはい、このくらいのね落ち着いた黄色の方が僕は好きやなと思ってたんで、はいはい、俺はやっぱりこの中で、まあ、シャドウは結局僕オリジナルの配色が好きなんですよ。はいはいはい、まあ、これもかっこいいんやけど、でもこの中で一番当たりかなって言ったらこのマリーナブルーかなっていう。おお、これはこれで全然なんかありそうやん。まあそうっすね、全然なんか下手して俺オリジナルのロイヤルよりなんかこっちの方が先に発売されてたらこっちの方がしっくりくるんじゃねえかっていう。おお、まあ確かにね、これマジでかっこいい。皆さんこれ、まあこのバーシティレッドに関してはちょっともうきつくなってきてるけど、お値段的にこの辺に関してはまだ買えるんで、まだ間に合います。長い目で見たら絶対買っといた方がいいと思いますね。はい、オリジナルのカラーもいいんやけど、僕別にそのオリジナルがどうこうっていうこだわり持つのも大切やけど、こういう風にね新しいものを取り入れていくっていう柔軟性も、はいはいはい、結構大事なのかなっていう風に思ってます。はい、ちょっとボスにちょっと聞きたいことがあるんですけど、まあ、こうやって周期でこう来てるよと、はい、でこの流れが来てるよと、はい、じゃあ次このタイプで来るスニーカー何ですか。
なるほどね。俺の友達とかの中でも結構盛り上がってるシリーズで、はいはいはい、まあ、これはその反転シリーズなわけ、まあ、これだけ8号やねんけど、はいはいはい、さっきもブレたけど今回ジョージタウンが出てきました、はいはいはい、で周期的に次何やろなみたいな、そうですね、でシカゴないなみたいな話をしてて、一番初めに上がってたのがブラックホワイトって知ってる？パンダ？ちょっと白黒の、はいはいはい、あれも2014を最後に出てないねんか、はいはいはい、そろそろみんな欲しいよな。なるほどですね。で考えた時にこれちょっと言っていい、はい、この8号の下りに戻るんやけど、はい、今のところ3年連続2月にあの8号シリーズ出てるんや。なるほど。で次ってなった時に俺は2023年、はい、2月3日に、はい、シカゴで来るんじゃねえかと思ってたんすよ。なんやけど先にもなんかリークが出てしまったんやシカゴの最近。あ、はいはいはい、あれねと。っていうことはパンダじゃねえかっていう結論に至ってんだよね、ブラックホワイト、はいはいはい、どうでしょう皆さん、これこれも都市伝説的な、そうですね、周期的にそろそろパンダちゃうかみたいな、はいはい、他にもオリジナルのカラーはあるんですけど、人気どころのカラーリングとかで考えた時にブラックホワイト来てねえぞっていう、はい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 、っていう感じなんですけど、これ皆さんぜひコメントで、いや俺はこれやと思うっていうのがあれば。なるほど。もしかしたらそのまま出してくるか、このシリーズで行くんやったら配色変えてくるかもしれん、白と黒の位置を変えていく。はいはいはい、パンダの配色が逆ってことですか。そうそうそう、うわー全然ありやと思うんで、はいはいはい、ブラダンクみたいな、見てみたいですね、うん、まあ、今回こういう風にね、オリジナルではないんやけど、ここ最近発売されてるナイキさんがちょっとこうひねって出してきてるジョーダン1シリーズ紹介させてもらったんですけど、性質とかに関しては触れてないんですけど、カルチャーとかオカルトとかそういう話になってきたと思うんですけど、まあ面白いなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします、それでは次の動画でお会いしましょう。 Hey my bro